どうもジョンです。本日作るのはほぼ100円カレーうどん。イカれたメンバーを紹介するぜ。3食入って100円ぐらいの袋うどん。カレー粉、辛さはお好みで。めんつゆ、片栗粉、薬味としてお好みでネギ、長ネギでも OK。 それでは作っていきます。しょい。鍋か底が深めのフライパンにカレールーを一かけら。続いてめんつゆ。何倍濃縮かによるんですけど、水が 300ml なのでそれに対し適量で。まあ適当で大体で大丈夫です。少し沸騰してルーが溶けてきたら混ぜ混ぜ。ここで袋うどんを投入。飛び散らないようにそーっとほぐします。最後に水溶き片栗粉でとろみをつけたら完成。これだけ。器に盛り付けて青ネギを散らしたら完成。と見せかけてスーパーのお惣菜コーナーで値引きされていた激安コロッケを乗せちゃいます。材料費を1食あたりに割ったらほぼ100円。よかったら作ってみてね。